後半戦はリードフォートエルズのキックオフで試合再開となります。キックオフしますキッカーは2番の石井が務めます。対して琉球は11番と23番でしょうか、2人のリターナーが配置しました。11番がリターンに入ります。さあ右空いてる、ナイスリターン。琉球11番右オープンに展開しまして、味方ブロッカーの力も生かしまして自陣40ヤード付近の攻撃位置を得ております。見事なリターンしましたのは琉球ガーディアンライオンズ11番の富尾。豊さん、メッセージありがとうございます。レッツゴー琉球。こちらも琉球の応援メッセージです。さあ琉球答えることができるでしょうか。自陣42ヤードからファーストダウン10。ナイスパスバット。ここでクォーターバック7番パスプレーから入りました。しかしこのパスを見計らいエールズ1番がパスカット、パス不成功としています。素晴らしい反応でパスカットしましたのはエールズ1番の足立。琉球セカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック7番今度は左に展開したワイドレシーバー11番にパスを投じましたが、プレッシャーからかパスがショートしましてパス不成功となっています。ウルミ吉浜様、バンミカ生、おそらく沖縄の地方での頑張れのメッセージだと思います。さあ琉球ここは頑張ってほしい。ボールオンは自陣42ヤードからサードダウン10。QB サーク。クォーターバック7番下がりまして一気に攻撃権更新のパスを投じんとしましたが、これをエールズ1番が QB サーク、パスを投じる前に仕留めました。見事 QB サックをしましたのはエールズ1番の足立。琉球フォースダウンロングパントフォーメーション。エールズリターンに入った。左サイド展開を図りまして18番自陣40ヤード付近の攻撃を得ています。攻撃位置を得ています。TY様メッセージありがとうございます。琉球頑張れ、りょうくんホワイト。おそらくですが99番牧選手のことを指していると思います。牧選手もバイスキャプテンとしてチームを奮発鼓舞しております。さあその牧選手のディフェンスで奮闘しているところを期待しましょう。攻撃権はエールズです。エールズ自陣38ヤードからファーストダウン10。琉球ナイスディフェンス。まずエールズはランプレーから入りました。
しかしこのランプレーを92番そして94番99番殺到しましてノーゲインとしています。92番はチームのキャプテンゲイブ・エドワーズ、そして99番は先ほどご紹介しましたラインバッカー牧選手です。エールズセカンドダウン10、さあパスが通っている、抜いた、タッチダウン。ここでエールズ右に降りました。ワイドレシーバー1番にヒッチパス、7番にヒッチパス、7番これをキャッチしまして相手ディフェンスを2人振り切りまして一気に独走、そのままエンドゾーン駆け込みました、タッチャー。エールズここでパスによってタッチダウンを1つ重ねまして6点追加となりました。素晴らしいキャッチアンドランしましたのはエールズ7番の米津、登録はクォーターバックですのでクォーターバックとしての登場も期待できる選手です。そしてこのキック決まりまして1点追加、リードエフォートエールズ20点、琉球ガーディアンライオンズ0点となりました。後半開始早々エールズが前半戦同様のスピーディーな攻守を見せております。そのスピードを生かしましてまず1戦タッチダウンを奪ってこの後半戦もまず主導権を取りました。そのエールズのキックオフで試合再開となります。さあ琉球も先ほどリターンで見せました。ここでもキックオフリターンで次の攻撃の重要な起点を確保したいところです。さあリターンに入った、リターン11番なんとか振り切らんとしましたが、しかしエールズカバー陣殺到、琉球10ヤード付近でボール抑えられこの位置からの攻撃となります。チャット内のメッセージありがとうございます。シャニー・エドワーズ様ゴーゲイブ、ガイボー様東浦しか勝たん、エールズ、失礼しました、琉球への応援メッセージは多く重なってきております。遠く沖縄から琉球その奮闘ぶりに期待をする激励のメッセージが届いております。さあこの攻撃ものにしたい琉球、ボールオン自陣14ヤードからファーストダウン10、さあまず今回はランプレーから入りました。パス続きましたのでここで裏をかかんとランニングバック33番に中央へのランプレーを投入、しかしエールズ譲りません、ゲイン1ヤードに留めています。キャリア33番は中本、琉球セカンドダウン9、パス成功、クォーターバック7番左に展開したワイドレシーバー14番にパスを通し約6ヤードのゲインです。ターゲット9番は篠宮、失礼しました14番でした、14番の草木垣、
琉球サーダンスリー、キュービーサーククォーターバック7番パスを登場としましたが、ディフェンスがカバーされセカンドターゲットを探さんとするときにエールズ9番がキュービーサーク、このパスプレー阻止しました。見事キュービーサックをしましたのはエールズ9番の梅本。琉球フォースダウン12、琉球後半1回目のタイムアウトを取りました。後半戦もエールズの攻守が素晴らしいスピードを持って試合の主導権を作っていっております。琉球としてはなんとか打開点を図りたいところですが、まだその速度に対するさらにスピードギア上がったでしょうか、それに対する対応が今戸惑っているところのように見えます。この試合は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって配信は実現されております。多くの企業そして多くの個人様のご支援ご記者によりましてこの配信は成り立っております。そのご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカートの URL がございますので、もしよろしければぜひ皆様もご協賛よろしくお願い申し上げます。タイムアウトを解けまして試合再開です。琉球フォースダウン12パントフォーメーション、このパントはシャンク、高く舞い上がりまして大きな距離は返せませんでした。結果的に琉球陣30ヤード付近でエールズ13番フェアキャッチしまして、この位置からエールズの攻撃と変わります。アンドレ・エドバーズさんはレッツゴーゲイブ、キャプテンであるゲイブ・エドバーズへの激励のエールが届いております。エールズ相手陣30ヤードからファーストダウン10、さあまず右方向へのアンプレーですが、これは琉球ナイスディフェンス。先ほどからスピードに乗ったオープンプレーが展開しておりますエールズですが、ここは琉球が食い止めました。キャプテンのゲイブ・エドワーズ素晴らしいパシュートでした。エールズセカンドダウン10、パス成功、ナイスゲーム、ファースト、ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。ランプレーをフェイクにしました。プレーアクションパスが見事決まりまして、エールズ攻撃権更新となっています。ここで現在ウォーターブレイクが入っております。山ちゃん様、
ガーディアンライオンズの試合はなるべく土曜日にしてほしい。これは多くの選手にも言えることだと思います。どうしても仕事を兼ねながら社会人として業務をこなしながらこのリーグに参戦しておりますので、休日をどの段階でどの休日の段階で試合が組み込まれるか、残念ながら全てにおいて平等と言わざるを得ません。遠方地であるということは確かに考慮されての日程ではあると私は承知しております。アンドレ・エドワーズさん、ナイスタックゲーム、ウェイトスティックウィズヒムというふうにメッセージいただいております。読めましたが意味がすみません、分かっておりませんので、どなたかご理解ある方は、こちらの方をご説明いただければ助かります。しかしその熱意あるメッセージ、素晴らしいエールが届いていることは間違いありません。さあ試合再開。さあこれに応えるか、琉球ナイスディフェンス。ここでランニングバックへトスしての左オープンを突こうとしましたエールズ。しかしこれを琉球34番素晴らしいチャージしまして5ヤードロスに変えています。素晴らしい反応でタックルしました。琉球34番見事な対応でした。エールズセカンドダウン15。パス成功、さらに振り切っている、なんとか押し出しました。攻撃権更新、エールズファスター。クォーターバック4番プレッシャーを受けつつ厳しい状況ながらワイドレシーバー7番にパスを投じ、7番これをキャッチ。ここでタックル殺到しましたが、これを弾き飛ばしながら右サイドライン駆け上がりまして攻撃権更新としています。エールズファスター。7番の米津素晴らしいパフォーマンスを見せています。結果エールズ相手陣4ヤードからファーストダウン2ゴール、4回でこの4ヤード獲得を狙います。一気にタッチダウン。ここでランニングバック34番を投入、ボールを持たせて中央突破しまして、そのままエンドゾーンなだれ込んでタッチダウン。リードイフォートエールズ26点となりました。キック成功、1点追加、リードフォートエルズ27点、琉球ガーディアンライオンズ0点となりました。さあしかしここでペナルティがあった模様です。オフサイ、琉球99番ペナルティがディクライ、キックは成功です。ディフェンス側にオフサイド、ボール動く前に相手エリアに侵入したという反則がありましたが、これをエールズは取りません。キック成功を取りまして1点追加となっております。リードヨーハドエールズ27点、琉球ガーデアンダー40点。さあリターンに入るか、かわしている、ナイスリターン。ここでエールズ素晴らしいキックオフを決めまして、一気にエンドゾーンに飛ばんとするところでしたが、これを琉球果敢にリターン。
結果的に相手のプレッシャーをかいくぐるように右サイドライン、サイドライン際を駆け上がって自陣40ヤード付近の攻撃を得ています。さあ琉球、ここで11番にボールを託しました。ハンドオフを受けて11番左オープンに展開、これが構想し約5ヤードのゲインとしています。琉球11番は富尾、この試合非常に光るプレーが目立つ選手です。パス不成功。ここで琉球はパスプレーを展開しようとしましたが、ここでエールズディフェンス陣が殺到。なんとかパスは投じれましたが、パス不成功となっています。これは絶妙なパス、クォーターバック7番素晴らしい ポイントにパスを投じまして、11番ほとんどモーションなくこれをキャッチでき、一気に攻撃権更新です。琉球ファスター、素晴らしいパスを投じましたのはクォーターバック7番の藤原、これを鮮やかにキャッチしたのは11番の富尾でした。ナイスキャッチファスター、今度は中央付近、ターゲット10番これをキャッチしまして、相手ディフェンスの隙を塗ってゲインして攻撃権更新です。琉球ファスター、アヤ・エドワーズ様レッツゴーオフェンス、そのメッセージが現在チームに乗り移ったかのように素晴らしいパスが決まっております。さあパスが通ります。今度は右に展開したレシーバーにパスを通しました。14番これをタックル受けながらキャッチしまして、約3ヤードのゲインとしています。パスを取りました14番は草開き、内装職人という異色の経歴ながら、その職人芸光るパスキャッチを決めております。琉球セカンドダウン7、さあここでドロープレー、パスの裏をかき中央へのランプレーを投入しました。カウンターのように33番中央に入りまして約3ヤードゲインとしています。キャリア33番は中本、琉球サダン4、ナイスパスカット、パス不成功。ここもパスで突破を図ろうとしました琉球、しかしこれはエイズディフェンス陣見事なカバーでパスを阻止しています。フォースダウンと変わります。
さあこのフォースダウン、果たして琉球どのような選択をするか。ボールオンは相手陣14ヤード、攻撃権更新必要距離は4ヤード。琉球攻めます。プレーを選択、琉球フォースダウン、フォースダウンギャンブル。パス成功、タッチ。これクォーターバックのラン、左にロールアウト、ディフェンスのプレッシャーを返した。その寸下のタイミングを生かしてワイドレシーバー11番にパス。11番これをダイビングキャッチ、エンドゾーン着地、タッチだ。琉球6点返しました。そしてこのトライフォーキック見事決めまして1点追加。琉球ガーデンライオンズ7点、リードエフォートエルズ27点。琉球ここで鮮やかなパス攻撃を決めまして、ついに反撃となります。タッチダウンを1つ返しました。先ほどまでそのスピードで圧倒しておりましたエールズを、絶妙のパス攻撃でまず一つ返した格好になっています。さあその得点を挙げました琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。エールズはリターナーを1枚、21番、本日好調の東浦を配置しています。さあエールズリターンに入った、プレッシャーある中21番果敢にも中央突破、自陣30ヤード付近の攻撃位置を得ています。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、リードエフォートエールズ27点、琉球ガーデンライオンズ7点。攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。